どうぞ。いや、気にしないでください。止めてくれるように頼んだんで。もう夜のバスもないですし、最近タクシーも減ってしまったでしょ。こんな深夜に女性がお一人では心配ですから。もし方向が同じだったら一緒に乗って行かれませんか？相乗りで大丈夫です。お宅はどこの方向ですか？ならちょうどよかった。同じ方向だ。その辺だったら少し寄り道するだけで済みますから。どうぞ一緒に行きましょう。こんな時間までお仕事ですか？それは大変でしたね。お疲れ様です。私ですか？私はこれから友人のパーティーへ。ええ、週末ですから。よかったらあなたもご一緒しますか？そうですか。お疲れですもんね。何か甘い香りがする。確かに車の芳香剤か何かですかね。ええ、アロマの匂いみたいです。大丈夫ですか？匂いに酔った。そんなことあるんですね。私は平気ですが、きっとお疲れだからでしょう。ちょっと失礼します。かわいそうに。家に着くまで横になったらどうですか？構いませんよ。さあ、私の膝へ。大丈夫です。重くないですよ。さあ、楽にして。背中、さすってあげますから。寝心地は悪くないですか？綺麗な首をしてますね。動かないで。けど、凝ってるんじゃないですか？良くないですからね。血の巡りが悪いのは。特別ですよ。気持ちいいでしょう。何も考えなくていいんです。昔からこういうのは得意なんです。弟が生まれつきの難病だったんです。ほとんど会話も成り立たなくて、家族で交代で世話をしてたんです。けど結局二十歳の誕生日を迎えることができなかった。すみません、こんな話。
せっかく仕事が終わった。帰るとこなのに。さあ、お宅に着くまでこうしててあげます。少しは疲れが取れるでしょう。いいんですよ、私は親の遺産で遊んで暮らしてる身分です。ほら、今夜は月が綺麗だ。こっからよく見えますよ。どうしたんですか？家の方向と違う？本当ですか？どうしたんですか？そんなに驚いて。運転手がどうかしたんですか？私も見てみろって。何もおかしくないですよ。だってこの運転手は私の可愛い弟なんですから。いいえ、弟が死んだなんて一言も言っていませんよ。彼は二十歳の誕生日を迎えることができず、それから永遠に年を取ることはなくなったんです。なぜなら私と弟は魔物と契約を交わしたんです。そして手に入れた夜の時間だけを生きる新しい命を。そうだろ、お前。おかげで今ではこうして、お前が大好きだったタクシーの真似事までできるようになった。深夜にね、人を乗せるんですよ。仕事帰りの客や、酔っ払った客を。弟はね、好き嫌いは一切しない、いい子なんですよ。でも、私は何でもいいってわけにはいかなくて。今日は、いい日だった。あなたのような、私好みの人が見つかるなんて。朝まで、このバックシートで味わい尽くしてやる。大丈夫、気持ちいいことだけをしよう。だってその方が血が美味しくなるから。くま、おやおや、どこに行くんですか？まさか高速を走ってるタクシーの上から飛び降りるわけじゃないだろう。いいか、教えておいてやる。さっきあんたが言ってたこの香り、特別なお香なんだ。人間にしか効かない。ほらな、
もう頭が朦朧としてきた。手足の自由が効かなくなってきた。抵抗しても無駄だ。おとなしくしろ。化け物。なんてことを言うんだ。そんな風に言われると傷つくな。心が張り裂けそうだ。俺たちもな、健康に生まれたあんたたちから。ほんの少しの慈悲の心ってもんが欲しいんだ。わかるだろ。その代わり、俺もあんたを愛してる。永遠に。父さんだろ。誰だって好物はゆっくりと味わって食べるんだから、愛情と感謝を込めて。